ただ君を愛してる。車のクラクション音が気になり、横断歩道の方を見に行くと、渡れずに困っていた幼い女の子の姿が。放っておけず、その女の子に近づく誠。あのさ。その声に気づき、誠の方に顔を向けるしずる。もうちょっと行った先に押しボタン式の信号があるんだけど、そっちから渡った方がいいと思うよ。キョトンと首をかしげるしずる。あっちで学生たちに永遠と待たせられるから、ドライバーさんたちはここじゃ絶対に止まってくれないんだ。横断歩道なのに。まあ先輩ですか。え、私今日からあの大学に通うんです。と横断歩道を渡った先にある大学を指さすしずる。僕も新入生だよ。僕も試験の時にここから渡ろうとして諦めたんだ。じゃあお互い入学式に遅刻してるんだ。と笑顔で近づいてくるしずるに後ずさりする誠。まあけど、もともと入学式には出るつもりじゃなかったから。なんで。まあ人混みが苦手っていうか。鼻をすするしずる。それにびくつく誠。とにかくあっちから渡った方がいいから、それじゃ。急いで立ち去る誠だが、気になり横断歩道の方を振り向くと、まだ手を挙げて渡ろうとするしずるの姿が。そして目が合う二人。気にしないで、ちょっと確かめてみようと思って。それでも止まってくれる親切な人っているかいないか。そう笑顔で言ったしずるは再び手を挙げている。その姿を見て誠はカバンに入っているカメラを手に取り、そしてシャッターを切る。